皆様こんにちは。おうちでシネマアートで映画見ていただいてますか？11月の特集は韓国ドラマ&映画のヒットメーカーハンヒョジュ映画特集です。ハンヒョジュさん、たくさんね、映画やドラマに出られてますが、人気ドラマに出演して清純で可愛らしい姿で人気を集め、四季シリーズ完結編春のワルツの主人公に大抜擢されたシンデレラストーリーの持ち主です。1987年生まれだそうです。すごい透明感のある綺麗な方ですよ ね。日本ではドラマトンイが2010年の作品なんですが、こちらも人気がありましたね。で、映画では監視者たちなど人気作品に出演して日本映画にも出られたことがあります。そんなヒットメーカーのハンヒョジュさんの出演作品を8本特集します。はい、その中から本日は私の選んだ1本は愛を歌う花です。愛を歌う花は女の戦い映画です。キーセンっていう韓国の宴会とかでこう歌や踊りを披露する女性の職業があるんですけど、よく韓国の時代劇を見られる方はそこによくお酒の席に出てくるキーセンの女性がいると思うんですけど、そのキーセンの幼なじみである2人がですね、1943年が舞台なんですけれども、幼なじみ2人、1人がハンヒョジュさんが演じる美しく歌唱力のあるソユル、はい、でもう一人がチョンウヒさん、チョンウヒさんが演じてるんですけど、チョンウヒさんは12月17日公開の雨とあなたの物語にも出演されてます。こちらシネマアート新宿心斎橋で公開するんですけど、そのチョンウヒさんが、一方心に響く天性の歌声を持ったヨニを演じてるんですけど、二人は幼なじみだったんですけど、まあ、そこに作曲家のユヌというヨンソクさんが演じる男性が現れて、きっと二人の関係が泥つくという、すごい美しい、ね、チョゴリを着て美しく歌い舞う裏では激しい愛憎劇が繰り広げられるという、愛を歌う花、ぜひおうちでシネマアートでご覧ください。皆様こんにちは。今日はおうちでシネマアートの視聴方法についてご説明します。まず、パソコンの方と iPhone やタブレット、スマートフォンなどで見る場合の、違いについて言いますね。パソコンの方はいいんですけど、タブレットやスマートフォンで見る方はまずアプリストアからミレールというアプリをダウンロードしてください。ミレールとカタカナで検索してもらったらミレールのアプリが出てきますので、入手とやってもらって、まずはご自身のその視聴されるものにミレールのアプリを入れてください。で、その後おうちでシネマアートのホームページを開けてみてください。そうしましたら、おうちでシネマアートの作品がバーッと並んでるところがありますので、お好きな作品を選んでください。選んでもらうと、ミレールの画面に飛びますので、そちらで、簡単な会員登録などをしてから、視聴していただくという形になります。はい、できましたでしょうか。まずはスマートフォン、タブレットの方はアプリストアでミレールを入れてから、その後はパソコンの方も一緒ですが、おうちでシネマアートのページからお好きな映画を選んでいただいて、で選んでいただくとミレールにまた飛びますので、
そちらの方で会員登録をしてからお支払いの方法など入れてもらってからご視聴いただく形となります。わからないことがあればおうちでシネマアートのツイッターの方にご質問ください。